サカツク04、始まります。守備的ミッドフィルダーですが、ディフェンダーとして最高レベルの能力を持つリッカートが入団した前回、今回は18年目をお送りします。ディフェンダー不足の問題は解決していませんが、一つの光は差しました。さらにいい選手を獲得できればいいですね。まず、スポンサー契約からいきます。24億ほどの収入で。テレビ局はおなじみのところ。契約公開が必要な選手は4人ですが、アンジュンファンとミッドフィルダー3人。多少、整理をしないといけない状態なんですよね。そんな思惑もありながら、阿部勇樹と5年契約、年俸は1億1000万です。明神は、5年、1億2000万。そしてアンジュンファンは、かなり上がり、5年、6億の年俸となりました。30億円はさすがに痛い。市川とは更新せず、自由契約にしました。成長が遅かったのと、ミッドフィルダー多い問題があったというのが理由です。監督コーチ、スカウトは契約継続し、運営計画は据え置きで、キャプテンは柱谷を指名します。大きな問題となっている、ディフェンダー不足、解決するべくポジション変更をさせます。変更してみたのは、明神とリッカートです。リッカートは全く問題なしで心配していませんが、明神さんはポジション適性が上がるのかわかりません。おなじみのダカールキャンプを設定し、新人自由獲得へ、ディフェンダーが欲しいですが、センターバックは一人しかいないという絶望的な状況、ここからは補強は無理ですね。では、他クラブからの引き抜き、これができれば解決ですが、クラブに所属する選手の人数が少ないから交渉ができないと、相変わらず言われてしまい、八方塞がりでした。バウアーは転生しているか検索するも、転生しておらず、海外最高レベルの選手も難しい。いろいろ難しい中、一人ディフェンダーが転生していたのを見つけます。ジェフの茶の高行き、唯一交渉できる、良いディフェンダーでした。獲得できれば、J 補正も加わり、今の主力より育つかもしれない逸材です。その茶の高行き、一発 OK でした。5年契約、年俸2000万で、総額2億とかなり安い補強ですが、いい補強でした。これでリッカートも含め、計算できるディフェンダーは2人、解決できる日が近いですね。じっくり育てられそうなので、留学させたりしていきます。あんまりディフェンダー補強ばかりしていたら、将来のミッドフィルダーなどで困りそうですが、今はこれで良いと思います。あとは進めるだけの日々になるかな、行きます。3月に七海さんが帰国します。入れ替わりで福西が、グラスゴーに2回目の留学。アジアの大会は、ライバルクラブとの対決で勝利し、優勝。ちょっと J 補正のきつさを感じてきています。J リーグも優勝、しかし勝てない試合もちらほらあります。2回目のキャンプに行き、2回のキャンプの成長を味わおうとグラフのチェック、あまり伸びていない感じです。伸びてほしい選手に能力爆発イベントでも起こればいいんですけどね。この年の秘書へのプレゼントは、傘。目の保養イベントも済ませ。
ゴールキーパー沢が留学から帰国。入れ替わりで行ったのは稲村でした。2年間モンテデビオへ。バウアーやフォーリットといったレジェンド選手は新人探索では見つからず進み、10月 J1 セカンドシーズンも優勝しますが、2敗しており、補正が来ていることをここでも実感します。20年目に開催される最高峰の大会スーパーカップより強くなるほど、 J 補正前回の J リーグをこの作品でも味わうことになるのだろうか。その後、ビクトリーズカップ、こちらは決勝でマドリード FC と対決です。最高レベルのぶつかり合いです。この組み合わせをスーパーカップで見たいんですよね。ここは4対3で、なんとか勝利、いい準備ができています。結局補強は、チャノだけで、おとなしい18年目でした。的確な補強だったので、満足ですが、バウアーが転生していたらなぁとも思いました。では、グラフを見て、18年目を終わらせます。主力組のキーパー、ディフェンダーは能力をキープ、キーパーはいいですが、ディフェンダーの平均年齢は33歳となっています。若手がいるので、5年は頑張ってもらえたらなんとかできそうです。阿部勇樹は、うっすら成長、いい感じになっています。3敗を安泰、神の領域に届く日も近いかも。小笠原は神になるべく頑張ってもらいたいです。小野伸二はじわじわ伸びています。フォワード3人は、頭打ちかな？もう一伸びしてほしいです。あとはフォワードの若手も欲しいですね。サイドバックの2人は、じわじわ成長していますが、まだ完成度が低めです。能力爆発してほしい2人なんですよね。奥大輔は2番手ですが、育成優先なのでベンチでした。次世代のキーパーは、沢が一歩リード、留学中の奈良崎さんは厳しくなっています。明神は、ポジション適性が厳しめ、ディフェンダー無理かもしれません。ですが、ジャノがいるのでよし。期待の七海さんは良い成長、サントスもいいので、この辺も期待です。今回はここで終了します。留学中の選手たちにも期待できますし、ディフェンダー問題はなんとかなりそうです。そうなると新たな問題が出てきそうですね。ご視聴ありがとうございました。